では、ご乗船の皆様、改めまして、こんにちは。本日はお寒い中、そして年末にもかかわらず忙しい中、横須賀軍港を巡りご乗船くださいまして、誠にありがとうございます。今日はですね、年末ということもありまして、船がものすごく多いです。実は年間通じても、この時期ってすごく多くの艦船をご覧いただけるので、多分今日だけで一気に30隻ぐらい皆さんご覧いただくことができると思います。ありがとうございます。別に僕が何かしているわけではないんですけれども、では早速ご案内はですね、皆さんの右手側は今アメリカ海軍第7艦隊の基地です。もうこれ以降ずっと右側アメリカの基地って考えてください。軍関係者以外は一切入れません。これだけ近距離でご覧いただけるのは今のところこのクルーズだけと思っていただければ結構です。でそんな中、まず潜水艦が2隻横に並んでいる姿が見えてきましたね。でこの潜水艦よく見ると煙突のようにポコッと膨らんでいるところに松葉飾りを施しているのが確認できるはず、やはりお正月間近ということで、実はこれアメリカではなく海上自衛隊の潜水艦ですから、日本ならではの飾り付けをしているということなんですね。でこうやってご覧いただくと、潜水艦を初めて見たという方の多くは、意外と小さいなという声が聞こえてくるところ、ただ海面より下が未だ深さ7メートル以上海の中に隠れています。でちょうど船の後ろで今手を振ってくれている乗組員の方も見受けられますが、船体の長さ全長としては80メートル以上ありますので、だいたい陸に上げればその辺の空飛んでるジャンボジェット機の本体と同じぐらいですからね。そこまで大きいので別名は鉄のクジラと呼ばれることもあります。ではそんな潜水艦2隻から少しだけ前の方に出ると、右手前方に次は灰色の艦船が2隻、番号は85番と54番です。この2隻はアメリカ海軍のイージス艦と言います。おそらく興味なくてもニュース見てりゃ聞こえてくる単語ですね。イージス艦というのはありとあらゆるミサイル攻撃を防ぐために作られました。で今日皆さんには簡単にイージス艦を見分けられるコツをちょっとご紹介したいので、54番見れますかね。54番の船体真ん中に白いカプセルがついています。わかりますか？ど真ん中に白いカプセルが1個だけあると。でそのカプセルの向かって右側にも左側にも若干白色をした亀の甲羅のような巨大な板がついていますよね。85番で確認できますか？同じような位置に白い大きな板が2枚ついてる、あれがイージス艦にしかついていないレーダーになっているので、これから先艦船をご覧いただく際、同じレーダーがついているとそれがイージス艦という種類になるという話です。詳しい性能については後ほどご紹介をさせていただくので、さらに前へと出ていきましょう。では次は反対に皆さんの左手方向をご覧いただくと、左手側一帯は海上自衛隊の横須賀基地ですからね、すぐそこに見えているのは艦番号183番、これはヘリコプター搭載護衛艦出雲という一隻です。現在日本で一番大きな護衛艦ですね。全長長さは約250メートル、この巨体を生かし14機のヘリコプターを同時に運用することができます。主なヘリコプターの使い道は災害発生時の人命救助になるんですけれどもね、そのため災害特化型である出雲の特徴としては、船の中に集中治療室を含む約30の医務室が完備されていたり、海水を真水に煮沸する能力もありますしね、あとは出雲に積んだ発電機を使うと一つの市の電力を丸ごと賄うことができてしまうというぐらいです。今横須賀が電力ダウンしても問題ないですね。プラグを出雲につなげば電気が灯ると。でこういった性能を生かして熊本で大きな地震がありました。あの時にもう一番最初に救援に向かったのは出雲でしたね。大きなこの甲板の上に救難物資や救難車両をわんさか積み込みまして、そして熊本へと出ていったと。でその出雲、大きな船を左に見ながら少しずつ前の方に出ていくと、左手前方には107番イカズチの姿。今の出雲もそうでしたが、このイカズチもそうです。船体の至るところにちっちゃな電球をたくさんぶら下げていましてね、出雲に関しては今光が灯っているのでちょっと見やすいんですけれども、これは
明日12月31日のカウントダウンのイベントを行う際に、当日の夜これらの帆船は光り輝いていると考えてください。出雲はやっぱこれも大変なんですよ。 250m あるので、電球の長さは両舷だけでも 500m 超えなんですね。それに関してこの左側イカズチは最も基本的なタイプなので、片舷およそ 100m とちょっと、ですから電球の数も圧倒的に出雲の方は多いということ、これで大きな船だったっていうのは分かりましたね。そして雷を含むそれ以外の艦船に関してはまた後ほどゆっくりお話したいです。なので先に皆さんにはアメリカ側の基地についてもう少しだけお話をさせていただきます。では右手前方、イージス艦がいますね。番号は52番バリーという名前のアメリカ海軍のイージス艦。覚えていただいたレーダーをもう一回探してください。こっから見ると側面に2枚ついてます。でこれと同じのが裏側にもあと2枚ついていて、計4枚、360度見渡せる位置に動かないレーダーをつけました。本来であればレーダーってもうずっと回ってるのでね、くるくる回りながら危ないもん飛んでこないかなっていうのを見張ってます。正直あれは隙だらけなんですよ。すごく速いミサイル撃てば防げません。しかしイージス艦の場合はその隙をまずなくしました。それを動かない板状のレーダーで賄って、もっとすごいのは守れる範囲がとても広い。だいたいイージス艦以外の船は頑張っても40キロ離れた相手を落とすのは限界ですかね。それに比べイージス艦は250キロの先の相手を落とせます。これすごいんですね。だいたい横須賀だったら北は秋田県あたり、そして西は兵庫県あたりを飛ぶミサイルを撃ち落とせると考えていただければ結構です。そしてその今挙げた秋田、そして兵庫の境目にイージス艦が一隻いて、でずっとミサイルを睨んでいます。万が一でもズドーンと飛んできてしまった際、撃ち落とすまでにかかる時間は2秒いりません。ものすごい船ですね。これだけの性能を誇るため現段階で世界最強の盾と例えられるのがイージス艦であるということ。能力の高さは建造費にも出ています。だいたいイージス艦1隻建造すると1500億円かかるんですね。1500億円、簡単に言いましょうか。年末ジャンボ宝くじの1等は10億円、あれが150回当たるとようやくイージス艦がゲットできるという大金ですから。でそんなイージス艦が右手側にもう6隻くらい入ってましてね、例えば夜景の有名なところに行くとたまに100万ドルの夜景っていう大文句ありますよね。100万ドルは実に直すと1億2000万ぐらい。それに比べ右手側1500億のイージス艦 ×6隻、はい、1兆を超えてます。すごいですね。これだけ根の張る景色というのはまず横須賀でない限り見ることはできない。ただもっとすごいのがそれをはるかに超える巨大な船が今日は止まっているわけです。右手前方赤白クレーンの付け根あたりに、あれがアメリカ海軍の原子力空母ですよ。お目当ての方いるんじゃないですか。名前はロナルド・レーガンという一隻。空母というのは戦闘機を飛ばすための滑走路です。ここから見るだけでも非常に長い船体は出雲をはるかに超えて333メートルもありますね。そして高さはだいたい75メートル、もので例えれば東京タワーが横に倒れていてその上にビル20階建てが乗っかってるのとも同じ状況ですからね。でそれだけ大きな船に乗せられる戦闘機の数が最大で80機と言われてます。これは世界最大級。そして乗組員の人数がなんと1隻に6000人です。この空母1隻に6000人という人が乗ってると。で今アメリカはこういった大型の空母をですね10隻ほど持ってはいるものの、自分の国以外で置いている港は横須賀だけなんですね。だ本来であれば空母を見たい場合ってアメリカまで行かないと見れないんですよ。要は航空券自分で手配して10万ぐらい払ってアメリカ往復しないと見れない空母が今日は1400円ですか。安いですよね、どう考えても。そんな空母が今日は右真横にドーンと止まってた。でもこれで終わりじゃないんですよ。空母ともう一隻、今日は珍しい船が来てますから難しいですよ。頑張って探しましょう。右真横の空母から少し左に進むと赤と白の大きなクレーンがありますよね。でそのクレーンからもう少しだけ左に進みましょう。潜水艦が入港しているんですけれども、分かりますか？今ちょうど本船の右手真横あたりとなります。あの潜水艦はアメリカ海軍の原子力潜水艦、通称原潜と呼ばれています。
動力は原子力、すなわち燃料を積み込む必要がなく、乗組員のことを考えなければ10年だろうが30年だろうが潜り続けることができてしまうと。まあ、厳密に考えて食料は足りないわけですから、だいたい3ヶ月に1回をめどに物資の搬入を行わなければならない。今日はたまたまその日に当たったということですよね。右側には2隻の原子力搭載艦、空母、そして潜水艦が肩を並べ停泊をしていた。2隻まとめてご覧いただけるのは軍港巡り年間通じても1割あるかないかぐらいですかね。それほど珍しい光景に出会えた皆さん、非常にラッキーだったというところです。ではこれより本船は速力を上げ、次の港を目指し進んでいきましょう。これより何度か船が揺れます。席を離れる際や移動する際お気をつけください。でやはり